ぱい。忠夫さんは昨日から仕事徹夜になっちゃってて、まだ戻ってないんです。こんな日に？すいません。じゃあ後で連絡ください。どっかで時間潰してきますから。失礼します。あのはい、上がっていきませんか？何か言ってください。悪いのはみんな忠夫さんだから。でも謝られる方が惨めなの。すみません。昨日ね、首絞めたの。え？あの子を渡すくらいだったら殺して私もって。でも首細くて骨ちっちゃくって簡単に折れそうでって思ったら力が入んなかった。こんなの簡単って思えば思うほど苦しくて。でもあの子ケラケラ笑ってた。私が何をしようとしてるかなんて分かんないまま楽しそうに笑ってた。
やだ。落とさないで。落とさないで、マチカ。じゃないんですか。忠雄さんは忠信がいいって言い張ってたけど、正親、私のおじいちゃんの名前でも言いやすいから真親って。真親くん。うん、マサチカ、マチカ、どっちだっていいんだよね。これ。マチカが好きだから。ハムとキュウリのサンドイッチ。ぶずついたら食べさせて。ちょっと待っててください。今日作ったんです。忠雄さん、正親くんこれ好きって言ってて。そうなんだ。すいません、よかったら味見てもらえませんか。コーヒー入れ直してきます。いいよ。大丈夫。おいしい。同じよ。違いますよ、全然違う。そう、
じゃあ帰ります。あ、目離さないでいてあげてください。ありがとうございますって思ってコーヒー付き合ってくれてありがとうございます。サンドイッチ食べてくれてありがとうございます。一番辛いのミコさんなのにマチカ君連れてきてくれてありがとうございます。じゃあお元気で。
Thank you.